おお、すごい、すげえ、すごいぞこれ。はい、皆さんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。我々人間はどうやって生きているんでしょうか。そうです、食べることで生きています。まあもちろんね、寝ることとかいろいろ大事なことはありますけど、食べないと生きていけません。でまあこうご飯を食べるとき、おかずがねたくさんあればいいんですけど、一人暮らしの方なんかね、おかずたくさん作るなんていうのはちょっと大変ですよね。あと学生なんかだとね、ちょっとお金がなくてね、ちょっと外食するには高いし、家でおかず作るのもまあそれはそれで大変だし、なんていう人ねたくさんいると思うんですよ。でおかずがないとき、ご飯を手軽に美味しくしてくれるもの、それはふりかけです。まあ、せめてふりかけがあるとね、結構美味しくなりますよね。そのふりかけもまあなんかちょっと飽きてきたなーなんていう人もね、いると思うんですよね。そんな方にすごいものが登場いたしました。あ、それこちら、じゃじゃん、亀田の柿の種専用ふりかけマシン、ふりかキックス。そう、これこそが我々が待ち望んでいたマシンです。これね、あの有名な亀田製菓ありますよね、柿の種のあの亀田製菓、あのメーカーが作っちゃったふりかけマシンです。これを使えば亀田の柿の種、あの美味しい柿の種をふりかけにしてご飯にかけて食べられるってことなんですよ。ということで今日はね、早速こちら使っていきたいと思います。はい、こちら箱の側面ご覧ください。亀田の柿の種とピーナッツを一番美味しく感じる粗さで削れる刃を開発。よし、それでは開けていきましょう。さあ、これが日本初ふりかキックス。おー、なんかかっこいいじゃないですか。結構シンプルな感じですね。はい、セット内容こちらです。本体説明書、レシピブック、まず使用前に必ず洗浄して十分乾燥させてくださいとのことです。で、まず一番最初にこの上ですね、上のハンドルをこれ外します。おお、こういう風になってる、刃が見えますね。で、使い方すごい簡単で、もうこの中に柿の種をバーっと入れて、こういう風にセットして、で、これを時計回りに回転させるってことですね。時計回りに回転させると、削った柿の種がここに溜まってくるということです。で、これあと下がね半分で外れるんで、削ったらこうやってふりかけでかけて食べるってことですね。あの柿の種、まあいろんな味あると思うんですけれども、まずはやっぱりね、定番のこの柿の種、この中に入れます。よっ、はい、こんな感じですね。これで蓋して、蓋してっていうか、まあこれを乗せてもう回すだけだよね。いきます、日本初フリーカッキックス起動。おお、すごい、すげえ、すごいぞこれ。全然力いらないんだけど。うおー、これは気持ちがいい。すげえなこれ、予想以上に滑らか。さすが亀田製菓、俺らの地元新潟、新潟の誇り亀田製菓ということで、うわー、あっという間にもう削れた。すごっ、めちゃめちゃいい感じで削れてるじゃないですか。うわー、美味しそう。程よくこうザクザク感は残ってそうですよね。はい、こちらにご飯を用意しました。まあこの後ちょっといくつか試そうと思うんで、ちょっと少なめに持っておきます。ほい、うーわ、うーわ、たっぷりいっちゃう。うーわ、オッケー、いい香り。さあ、お味の方はいかがなんでしょうか。若干味が薄いかなっていうのが正直あるんですけど、あの食感とか風味はすごくいいですね。柿の種とこのピーナッツの香り、あの非常に美味しいです。まあ、しょっぱさはね少なめなんで、ちょっと多くかけてもいいのかもしれない。まあ普通のふりかけとの大きな違いは食感だと思うんですよ。ここまでザクザクしてるものってあんまりないと思うんですけど、そういう意味ではこれ結構ザクザク食感が残ってて、やっぱり食感が面白いですよね。さて、続きましてわさびいきましょう。やっぱり定番の味もいいけど、わさびなんてね、わさびふりかけとかあると思うんで、これもね結構合うんじゃないかと思うんですよね。よしよし、オッケー、わさーび、わさーびをたっぷりと。あー、いかんせ、うん、香りはやっぱりいいですよね。いただきます。うん、うん、美味しいんじゃないですか。あー、僕はね、こっちの方が好きです。あの、ご飯との相性も非常にいいですね。やっぱりわさびだからね。うん、
ピリッと辛くてね、美味しい。はい、続きましてこちら、こちら柿の種梅しそ味です。下手したらわさび超えてくるんじゃないかと思うんですよ。梅しそ、わさびほど香りが強くないですね。いただきます。お、うん、これはうまい。めちゃくちゃ合うじゃん。あー、これ美味しいわー、これ。うん、うまー、これ。はい、ということで今柿の種3種類試してみたんですけど、個人的には梅しそが一番美味しいと思いました。梅は合いますね。これはね、ちょっとびっくりするぐらい美味しいです。で、まあレシピ本見ると、この普通のこれとわさびを混ぜてみたりとか、このわさびと梅しそを混ぜてみたりとか、これもね結構合うみたいですね。まあその組み合わせね、皆さんぜひねやっていただければと思うんですけれども、ここからは正規オリジナルズ、ちょっと邪道かもしれないんですけど、まあせっかくなんでね、ちょっと他のお菓子も使って試してみたいと思います。さあ、最近アレンジ一つ目はこちら、イカボン。そもそもまあこれが削れるかどうかはちょっと分かんないんですけど、まあやっていきたいと思います。まあちょっとこう砕いて、はい、こんな感じで。さあ、フリカキックス、イカボンを削ることはできるんでしょうか。いきましょう。フリカキックス、うーわ、削れるわ、ちゃんと削れる。よし、できたんじゃない。めちゃめちゃ細かくなったけど、うん、やはり専用ではないからね。まあ仕方ないですけどね。それではイカボン、おお、すごい、すごいキメの細かさだ。それではイカボンいただきます。ん、うん、結構美味しいけど、甘じょっぱい感じでね、結構ご飯に合いますね。イカボンやるね。あ、確かに甘だれ味って書いてあった。ただやっぱり柿の種のあのザクザク感っていうのはちょっと出ないんですね。はい、続きましてこちら、スコーン、和風バーベキュー味。まあこれはね、味的には絶対ご飯には合うと思うんですよね。まあこれに関しては結構あれだね、そんな砕かなくても入るかもしれない。はい、こんな感じ。フリカキックスコーン、やはりかなり細かくなってる模様。よし、いいんじゃない。うわー、いい感じ。さっきより細かくないかも。よし、うわ、じゃあスコーンいただきます。ん、んー、これはお菓子、ふりかけというか、なんかもうスコーンですね、これは。うん、美味しいけども、美味しいけれども、ちょっとご飯として食べるのはちょっと違うかもしれませんね。あー、続きましてこちら、皆さんご存知、カラムーチョ。僕辛いの結構好きなんで、どうかなと思ったわけですよ。カラムーチョは結構細かいですよね、もともとこんな感じでね。フリカキックスカラムーチョ、さあどんな感じ。色は柿の種っぽいけど、よし、オッケー。おお、なんか美味しそうだけど。カラムーチョ、美味しそう。いただきます。うん、うん、決してまずくはないんですよ。まずくはないんですけど、やっぱお菓子感が強いかな。ご飯にふりかけとしてかけてるというよりは、カラムーチョを食べてる感じになっちゃうんですよね。わかんない。まあお菓子好きの人だったらいいのかもしれないんですけど、まあ食事として考えた時には、ちょっと違うのかもしれないですね。本日ラストはこれだ。クモーン、麦チョコです。今日の中でもね、まあ、ダントツジャンルの違うお菓子ですね。こちらやっていきたいと思います。それでは麦チョコイン、大丈夫かな。そもそも削れるかどうかがちょっと心配なんですけど、いきます。麦チョキックス、おお、削れるぞ、削れているぞ。これがフリカキックスの実力。さて、麦チョコックス、美味しそうですね。これ単体としては多分美味しいですよね。あとはご飯との相性だね。麦チョコックス、うーわできました。めっちゃ甘い香りしてるよ。いただきます。やっぱりご飯っていうのはね、チョコとは合わないですね。ほーい、ということで今日は亀で聖火から麦ほーい。
いということで今日は亀田製菓から発売されたフリカキックス、試してみましたが、確かにねこれはもう史上初ですね。ご覧いただいた通り、どんなお菓子でもね大体のものは削れると思うんですよね。削れるんですけど、やっぱりね柿の種専用マシンということで、柿の種との相性がいいなという感じがしました。まあ製菌オリジナルズだと一応イカボンもまあまあ美味しかったと思うんですけど、やっぱり結構細かくなっちゃうんでね、ザクザク食感とかそういうのはちょっと難しいですね。やっぱり程よい食感、ちょうどいい大きさに削れるのがやっぱり柿の種っていうことなんですよ。まあそれだけね研究して作ったってことだと思うんですよね。で今回食べてみて思ったのは、柿の種ってお菓子としても当然美味しいんですけど、ご飯と合わせた時に美味しいってのはね結構すごい味付けですよね。程よくやっぱりしょっぱいからなんでしょうね。特にねこの梅しそなんかはねおすすめです。お茶漬けにしてもね多分美味しいと思います。いやーフリカキックス、これからも使っていきたいと思います。それではまた次回の製菌 TV でお会いしましょう。 See you next time。 YouTube I don't YouTube